はい、どうも吉谷です。今回アドバンス生から質問いただいたので回答していきたいと思います。 CEVLO のソフトを YouTube にアップする際、例えばクレジットカードの説明やニュースなどテキスト読ませて記事をそのままコピーしてアップしたら著作権になるんでしょうか。また良い方法があれば教えてくださいということで、まあ、著作権に関してですね、まず、はい、でこちらですね、 Yahoo ニュースなんですけど、いっぱい、コンテンツあります。 Yahoo ニュース、じゃあこのコンテンツどこから持ってきてるのかっていうと、 Yahoo ニュースの場合は産経新聞から、持ってきましたよっていう、産経新聞ですよネタ元っていうところですね、載せてます。あと他の行きましょうか。じゃあこちら最大、じゃあこちらどこから持ってきてるのかっていうと、毎日新聞ですね。毎日新聞の、ネタを、持ってきてますよっていうところですね。はい、これ Yahoo ニュースさんっていうポータルサイトに毎日新聞のやつをアップしてます。で、グノシーさんが一番わかりやすいですかね。グノシーっていうこのね、ニュースをまとめてるアプリも出てますけど、これじゃあ見てみましょうか。じゃあこのエンタメでいきましょうか。じゃあグノシーさんは何をやってるのかっていうと、グノシーさんも、まとめてます。まあここの記事ありますよね、こうやって記事。で、元記事を読むってありますね、ここ。元記事。じゃあちょっとここコピペしていきましょうか。コピペ。で、元記事を読むと。これ日経サイゾーさんですね、はい。はい。一緒ですね。あ、ちょっと、よいしょ。もうちょっとここをコピーしましょうか。はい。元記事を読むと。はい。はい、一緒ですね。だからまあちょっと見比べてみましょうか。写真も一緒。記事も全部一緒なんじゃないですかね。ちょっとここもコピーしてみましょうか。よいしょ。はい、一緒ですね。だグノシーさんが取り上げられてますけど、じゃあこの元記事ってどこなのかっていう、サイゾーさんの、全部コピペですね。これ。写真も文章も引用コピペですね。ございますね。はい、じゃあ他にも見てみましょうか。じゃあ他に、じゃあこれいきましょうか。浜崎あゆみさん。浜崎あゆみさんはどこだ？浜崎あゆみさんの元記事がどこだ？マイ地図っていうところですね。元記事を読む。はい、こちらですね。マイ地図というところですね。はい、じゃあ、ここをちょっと、ここをコピーしてみましょうか。はい。よいしょ。はい。こちら、グノシーのサイトですね。全部一緒です。あ、こっちか。はい。マイ地図。グノシー。一緒ですね。な感じですね。要はそのなんか報道の自由みたいなのあるんですよ。うん。だからニュース系は大丈夫ですね。だからニュースっていろんな番組で取り上げられてますけども、じゃあそのニュースに対しての著作権ってあんのかっていうところで、ニュースに、じゃあニュース、逆に言うと著作元どこなのって話じゃないですか、ニュースってそもそも。ニュースの著作元ってどこなのって話で。逆に著作元を探すのがニュースって難しくないですか。うん、ね、それは 俺のニュースだみたいなね。そうなんで、まあ、結論この質問に対してはなんだいけますよって話ですね。うん、はい、だからそのグノシーで取り上げ、だからグノシーいいんじゃないですか。グノシーってもうマーケティングされてるんで、だからグノシーで例えば 芸能系とか再生数上げやすいんで、これのエンタメで エンタメの芸能でグノシーで取り上げられてるやつをこういっぱいあるじゃないですか。だからネタも無限にありますよね。ネタ無限にありますよね、これ。だからこれなんか、なんだ。これ引用して使えばいいんじゃないですかね。はい。だからそのアクセスを集めていくんだったら芸能系が一番いいですから、アクセス集めやすいんで。だ商品売るとかだったら別ですよ。そのアクセス集めて広告収入を得るんだったら、芸能系がいいんじゃないかなっていうところですね。はい、まあ YouTube 上でもね、芸能の例えば、まあこれはリサーチすれば出てきますけど、例えばじゃあ、ルイチェル行きましょうか。ルイチェル。風景ている。風景。リューチェルが芸能が嫌いである芸人となった理由、これちょっと見てみましょうか。はい、まあこんな感じですね。
だからこれをあれですよ、アニメーションでやればいいんですよ。これはアニメーションで、これは29万回回ってますね。これ29万回です。今 見えたなんだこれ、ちょっとスライドというかね、感じでやってますけど、これ29万回です。あとはこれとかも同じの人かな。あ、これはスクロール系ですね、はい、これが24万、これも24万回。うん、であとはなんだ、あとちょっと浜崎あゆみ行ってみましょうか。浜崎あゆみのインスタグラム更新、インスタグラム浜崎あゆみ最新インスタグラム加藤パン、あ、10ヶ月で10万回ですねこれ。はい、これはスクロール系ですね。これ10万回ですね、はい、10万回。うん、これも多分そっち系かな。これは7万回ですかね。はい、うん、これ7万回ですね。だから芸能系ってアクセス集めやすいんで、でこれをだから昔はこのなんだ、これ多分ちょっと画像がこう変わってますけど、こうやってね画像変えてますけども、画像変えてますけども、だから前はその1画面でエンドロールのみみたいな感じだったんですけど、それが YouTube 上の規約で結構きつくなってきたっていうところで、今やってる人はその画像に変化をもたらしてる。例えばこれも画像に変化をもたらしてますよね。動画をこうなんか編集してるじゃないですか、画像入れ込んで、はい、まあこれとかもそうじゃないですか。1、10、100、1000万、これ60万回ですね。これはエンドロールですね。これ背景変わりますかね。あ、背景変わりますね。背景の写真変わってます。だこういうのを知らないってことですかね。はい。まあこれもいっぱいありますんで、これをだから要はアニメーションで喋らしたら全然違くな、動画風になりますよね。だこれやればいいんじゃないですかね。うん。はい、いっぱいもの芸能系調べればこういう動画いっぱいありますんで、これをそのアニメーションでやればいいと思います。はい。ということで、まあ、方法に関しても、まあ、結論その YouTube で探せばいっぱいありますんで、そこから、だってもう YouTube のいいとこって、結局これで回ってるわけじゃないですか。結局。さっきの動画でも、なんか、これも10万回回ってますし、さっきのね、これもなんだ、これも7万回回ってるし、これも8万回、これも多分、なんか話題、ネタですよね。はい。これもなんかスライドしてますけど、こう。はい、これも、これ、音声も何もないです。はい。あ、音声はバックミュージックがちょっとありますね。まあ、ちょっと聞いてくださいと。な、そんな感じで、だから、もう既存にある、YouTube 上で再生数が上がってる、既存にある、その、スクロール系だったりとか、その写真をこう変換していくやつだったりとかあるんですけど、じゃなくて、なんかニュースキャスターをアニメーションで用意して、で、ニュースキャスターがニュースを読んでいくみたいな感じにすればいいと思います。はい、そうすれば多角化でき、なんだ、キーワードでアクセス集められるし、動画もアニメーションで、そのアニメの、なんだ、キャラクターが。あとは、僕だったら、僕がやる場合、もし僕がやる場合は、もし僕がやる場合は、なんだ、ミステリー。世界のミステリーと。ミステリーとか。まあこっちとか、あと宇宙人とかね。まあこっち系で、僕これが好きなんで、まあこういうジャンルでいきます。はい。まあちょっとこれトレンドではないんですけど、中長期、ロングテールで狙えるんで、世界のミステリーとか宇宙人系のやつを読ませていくって感じですかね。それの専門チャンネルを作るっていう。あ、都市伝説系なんですけど、ちょっと宇宙寄りというか、宇宙人寄りというか、宇宙のミステリーとか。だからそのモアイ像とか、モアイ像、あ、ピラミッド、謎、検索されてますね。ピラミッドの謎、あ、これですね。南チャンネル、6000回。ピラミッドの不思議、三大ピラミッドの、お、これなんかアニメーションじゃないですか、これも。アニメーションですね、これ。すげえ。広告もアニメーションだ。
あ、これね、音声解説ありますね。この音声解説入れてます。はい、これ音声解説入れてるんで、これは多分、ロボットでやってるのかな？ちょっとわかんないですけど。まあ、こっち系ですね。これ6万、6000回回ってますけど、そのピラミッドとか多分なくなります？多分世界の多分7大なんとかでピラミッドがなくなるってことはないと思うんで、だからそのキーワードがなくなることがないじゃないですか。でもトレンドのキーワードだって、キーワードの場合は一時的にはいいかもしれないですけど、ロングでは回らない部分があるんで、僕は中長期で、YouTube チャンネルを運用していくと思うんで、中長期戦略としてはそのキーワードがなくならないやつを攻めますね、僕だったら。あとはその単発のアクセスを集めていかないといけない部分もあるので、なんだ、芸能チャンネルや、だから別に何個も一応チャンネルは運用できるんで、複数芸能系とか宇宙系とかなんかやったりとかするかもしれないですね。あとは宇宙系で言うならば、ムーは、なんかね、ネタ元があるんですよ。ムーはだったかな？ムーだったかな？まあ、すみません、僕だったらっていう話なんですけど、宇宙、ムー。多分ムーっていう雑誌があるんですよね。ムーっていう。月刊、あ、こう、月刊宇宙、ムーっていう。あ、ここにめちゃめちゃもうネタ元あるんで、このムーっていう。こうめっちゃネタ元あるんで、ここに。めちゃめちゃありますね、これ。ネタ元が。な感じで、まあ、ここのね、これはニュースではないので、ニュースではないんで、これはリライトがちょっと必要だとは思いますけどね。これはムーさんが取り扱ってる、コラム記事なんで、これをコピペするのはまずいですけども、そのリライトしていくんだったらいけると思うんで、そのネタ的にね、ネタ元としてリライトしていくのは OK だと思うんで、まあ、そんな感じです。だからニュースに関しては基本的に、まあ、このグノシーを見ればいいんじゃないですかね。グノシーさん、グノシー、こちらを参考にしていただければいいんじゃないかなと。グノシーさんもアクセス集めるためにアクセスが集まりそうなネタを扱ってるんで、要はいろんなその各社いろんなニュースを取り上げてるんですけれども、グノシーさんはそのニュースの中でその若者に響きそうなネタをチョイスしてるんですよね。だ、要はアクセスが集まりそうな、ターゲットが見さそうなやつをまとめてるっていう、世の中に5万たるニュースの中で、グノシーさんはまとめてるっていう感じですね。ターゲットに属した。はい、ということで、いただいた質問に対して回答を終わりたいと思います。ありがとうございます。